新庄監督10連敗再開ターンも優勝しか目指してない。苦しい状況の下での前半戦終了となったが、試合後新庄監督は前半戦は今日で終わりましたけど、交流戦とかでいい戦いができるチームになったのは間違いない、下を向かずに優勝しか目指してない、まだチャンスはあるんでね、クライマックスに入り込んでそこから一気にいける若い選手いっぱいいるからと巻き返しを誓った。オールスター休みの4日間については野球のことは考えなくていい、僕だけ考えるから野球のことは一切忘れてもらってリフレッシュして、どうあがいたって変わるものじゃないし、バットもボールもグローブも筋肉も休んでもらって、オールスター明け5連敗したら大変なことだけどそれは多分大丈夫と見据えた。最後きっちりフラグ立てててくさ、最後にフラグ立てててるの笑った。大丈夫大丈夫、オールスター監督推薦で1杯選ばれたから休められないんだよな。今 TikTok でナーゼナーゼが流行ってるらしいけど、いいのいいの、もう流行らせろ。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。